パパベット市川海老蔵海老の蔵出しチャンネル海老蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんがご自身のブログを更新。麗華ちゃん、勸玄君と3人で水族館に出かけた様子を綴りました。この日、海老蔵さんは水族館へというタイトルでブログを更新。ペンギンいました。風はありますが、暖かいです。と、コメントし、水族館で楽しむ様子を公開。続けて、少し昼寝。マグロさんと身長を比べて、帰るかな、テクテク。見ながら帰りますと、コメントし、幸せそうに、昼寝をする様子を公開して、ブログを締めくくりました。この投稿にファンからは、カンカン重い、パパにべったりやな、野原でのパパベッド、最高じゃないですか、などのコメントが寄せられました。パパベッド市川海老蔵。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、どちらかの評価とコメントをいただけると大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。